ですね、お気づきの通りね、はじめさんがまたいないんでね。さっきまでいたんだけどな。今日はね、先週言った文化祭のバンドやりました、ダンスしました、お笑いやりましたって話とかね、まあ、何個かトークテーマを考えてきたんで、ただはじめさんがどうしよう、何分にする、何分にしましょう、何分までに来なかったら何分、何とか、何分までに、50分までに来なかったら、テキーラ、もうね、ショットさんが用意してくれてるんで、じゃああと1分以内に来なかったらテキーラにします。また一人でオープニングします。ゆずぽん、はじぽん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、来ません、来ない、何してんだろうな。なんだっけ、あれコメントだったんだけど、ダンス何の曲、これダンスはね、代表とかわかるかな、セツの代表とかがAKB のフライングゲット何人かで踊ったのと、あとカンボホザチームっていう夏木とは弥生さんっていう3人で Perfume をね踊ってましたよ、スカート履いて。なんかね、ちょっとムービーがねあるんですけど、なんか出すのもったいないから、見たかったら会いに来てください。代表間近来てるね。フライングゲットはねフライングゲット難しいよ、確かに それよりも Perfume の方が難しいからね。 Perfume ってカタカナでどうやって書くんだろうね、ね、そう、基本的にね女装してました、大体。で、文化祭イベントだから制服を着てたんだけど、クローズ系とか真面目系のブレザーみたいなのとか、あと女装ね。でね、やっぱねあるあるなんだけど、女装のねイベントとか女の子のね格好する機会があるとね、そのモードに入っちゃう子っていうのは必ず一人はいるんだよね、まあ、うちにも約1名いたんだけど、なぜか知らないけど、マニキュアまで塗って、ピンクのマニキュアまで塗ってね、おっぱいまで入れてね、ノリノリでやってたよ。うわ、私服系の制服ね。制服を買いに行こうと思ったんだけど、誰も同伴してくれなかったから、カーディガンスタイルでやりました。うん、モード入ってると面白いね。誰でしょう。まあね、ニコ生出たことないけど、ブレス着てる子だったら分かると思う。シュウくんって言うんですけど、竹澤シュウくんって言うんですけど、やっと僕にも彼女ができましたって言って LINE 送ってきて、自分のね自撮りを送ってきたんですね、しゅうこちゃんね、しゅうこちゃんね、いつか呼びたいね。しゅうこちゃん、大島、なんか名前なんて言うのって大島しゅうこですって言ってたから、しゅうこちゃんって呼んであげて。そうね、その携帯カメラだっけ、この携帯カメラです、あ、カメラ、このカメラは携帯です。はじめさん、ほんと遅いな、電話します。
なんかね、やっぱり良くないなって思うのが、毎週毎週やってるからね、慣れちゃって、あ、今日ニコ生だって、ね、初回の放送でね、普通は緊張してね、どうしようどうしようドキドキしながら、初回の放送を迎えたわけですよ。なのに、回数を重ねるとね、こうも慣れて、遅刻するもんかと。電話します。登録しだっけな。入ってないよ。なんて言う。もういいよ。電話はじこ。とりあえず電話。出ないな。今日休みかな。あれ、ゆずかめっちゃ上がってきてる。ゆずかめっちゃ上がってきてる。違うのよ。そうやってまた俺が悪いみたいな話したでしょ。いや悪いでしょ。違う。俺は、ま、俺トイレでずっと聞いてた。まず謝って。違うんですよ、リスナーさん。見てください、ほら、俺ら二人今日揃ってあかんでしょ、これ。だから俺は今日なんか電動こうかなと思って。俺もうオープン前からあそこでスタンバってましたからね、ずっと、うん、ずっとスタンバってましたよ。あ、ショットさんからですよ。あ、本当ですか。はい、先下でショットさんに会って、ショットさんの脇腹ピペっていじくったら、はい、ちょっとイラッとしながら見られて、あ、はじめちゃんやん、てか遅刻やんって言われて、テキーラ用意してあるよって言われたから、はい、飲みましょうか。じゃあこれ毎週やるって言ってましたよ。あ、これテキーラ、これショットさんのテキーラ。多分そう。マジであのうまいやつ、味覚えてへんけど。味覚えてへんけど。うぅー、テキーラでしょ。俺今日車で来たのに。これで捕まった。ほんとショットさんのせいにしよう。リスナーさん、すいません、本当いつもいつも遅れて、相変わらずの売れっ子ぶりです。すいません、本当いただきます。うわぁ、さっきゴキブリのあれ入れてきましたよ。殴られ、くそくっそ、やば、放送事故よ。それこそ事故。なんか、ないの、当たり目みたいなのないの。始めないから。でも、やっぱ飲んでるとうわーとかなるのかな。それが当たり目だよ。あ、うまいね。誰だよ、ほんとうまいこと言った。今日の当たり目。やばい、これ草ちゃんだって。草ちゃん、懐かしいな。草ちゃん、俺じゃない。一回ね、やっぱ香水っていろんな種類あれでしょ。従業員の数だけ多分匂いがあると思うんだけど、はじめさんの自信つけたね、香水でね、ある女の子がね、本当に臭い、本当にやめてって、そっから草ちゃんって呼ばれてたんだけど。結構前の話かな。マガーもマガーも回るの早くないですか。いや、ま、じゃあ、ま、テキーラが回るっていうかさ、味が残るやん、ずっと。レモンないの辛いよねって言ってんの。なあ、辛いよ、ほんと。てか、あ、そうそう、だから普通にするしだけど、なんで遅刻するの。なんで、そういうのじゃなくて。なんで、いいじゃん、歌舞伎町のネタじゃん。いいじゃんじゃねえ。歌舞伎町のネタじゃん、一応使ってあげてますよ、ピシュ、カシューナッツさん。なんでじゃん、ここでなんでって、なんで放り込まへんの。しかピスって言った後に本物が出てきちゃったよ。本物が出てきちゃった。いや、最近ちょっとね、ブレス流行ってるんすよ。今更やけど。流行ってる、流行ってるよね。シャンゴで一言さ、うち古いっすよね。シャンゴで一言、一分ください。もうありきたりだね、ありきたりな煽りみたいな入るでしょ。いや、一分できちゃねんじれけんじれみたいな。じゃあちょっと姫様に聞いてみましょうみたいな。今日は大丈夫ですみたいな。で、そこで普通終わりゃいいのに、もう一回キャストに戻ってねんでみたいなさ。で、そっからまた広がるもんなんもないやん。それでさ、もう一回女の子に振ってさ、うん、いいよとか言わへんよね。言わないね。言わへん。いや、言ってほしい。言ってほしいよ。で、これを見てるんで、ブレスに来てる女の子は煽りやから、今新手な言ってよ。なんでって誰かが言ったらいいよって言わなかったね。なんか使えるやついいですよね。だからなんか入れ、もう一本入れてくれてもいいじゃないの。ダメよ、ダメダメしかないじゃないですか。なんて断られる前提でそれやってる。ああ、なるほどね。脳から入るよね。脳から、あ、ほら、ちょっとスタジオの皆さん、またあれですよ。何？
ちょっと水族館今日やめません。俺の股間がまだほら本当だ、サメが股間食ってる。危ないこれ。イエス行きましょう。あー、待って待って、緑になっちゃった。大丈夫ですかリスナーさん、なんか俺らじゃなくて魚を見たくてこの番組見てる人いません？大丈夫ですか？チキショーみたいな、魚からくなった瞬間でなんか入場者数が変わっていくみたいな。これ何、入場所さ、あの美味しい出来でいただきましたよ。本当にいただきましたね。いや、しかも本当並々だったし、ゆずきから聞きましたよ、ゴキブリ入ってたらしいですねこれ。え、嘘。それ俺がアレンジしました。いやー、テキーラ来るわ。リサさんどうですか、もう透けてないですか？背景何がいいんですか？背景、うん、いや、それはもうゆずきの顔にしよう。きついでしょ、なんでニコゆずきの顔にしよう。いや、一時期ちょっと俺の顔にしてもらってたよ。あ、ありましたね、お金ね。あ、あれちょっとなんか恥ずかしかった、バースデー前やったから、ね、うん、だからゆずきの、あのバースデーのポスターでいいよ。あー、そっか、うん、もう決まったでしょ、さすがに。え、決めてます。もう3ヶ月前やねんから、もう決まってるっしょ。はい。なに、何が、何がじゃねえ、ポスターの、ポスターのテーマが、うん、あ、それは、でも言葉じゃ言い表せないですよ。あ、じゃあ作ってもらうよ、今、ほらスタジオの人に。すぐ作れるよ、すぐ作れる、パチ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 ンでいけるからね。プロが集まってるからね。プロが集まってるから。そうだ、そっちにお願いすればいい。どうしたの、顔赤くなってない？本当ですか？どうしたの、テキーラ飲んだ？テキーラ、あ、じゃあテキーラ飲もうよ。じゃあもう俺飲んじゃったから。もっとよく喋る。俺飲んじゃったから。いや、始まると思ったぞ、だからは。はい、リスナーさん見てください、先週放送しました1800度のお酒です。あ、間違った、1800円。あ、違う、もうちょっと高かったな。いくらか忘れたけど 100% なんて書いてんのこれ。俺、よく読まない。揚げ、揚げ、読めない。 100% 揚げらしいんで、揚げてくれるらしいです。しかも未開封やからこれ、飲めよ。俺飲んだからね、次。わ、ベリベリって聞こえるかな、この生音、生音駆逐してやる。あ、進撃の巨人やってるよね、今。今ね、東京グールね、うん、あのジョイポリスでやるんだってね。東京グールって何なの？あ、あれや、人食うやつやる。そう、あ、どっちがおもろいのあれ、進撃の巨人と。いや、どっちもしてないから知らない。え、一緒？知らない。ちなみにおすすめは、あのドレイクっていう漫画。あー、 100% 上げやわ。上げる、上げ、上げるよ、100%。あ、今日ちょっとシャバい。テキーラと比べてシャバ。シャバって何？え、だからテキーラ、あのあれやん、サルボーやったっけ、エルボーやったっけ、バラバラ。エルボーこれね。じゃあエルボーこれ、右に。じゃあ、あの、あれ、あれ、あれ、あの、いつも、だ主流のやつ、何したほら、クエルボ。あ、クエルボ、クエルボ。クエルボのゴールドってさ、もうちょいシャバなんや、あれ。なんか、ペチャペチャペチャ、これなんかシャバシャバシャバって出てきた。あー、サラサラしてる。あ、そうそうそう。あ、シャバいって方言やん。シャバいって、だって俺、茨城だったら。え、茨城、ダサい、ダサい。あ、シャバぞ。うん。あ、けど、そういう感じよ、なんか薄っぺらいみたいな。早くほら、リスナーさんと乾杯して飲みないよ、ずっと。リスナーさん待ってるから。俺その間これちょっと、あれ、やるわ。これなんか、俺こういうの A 型やから俺キーなんねんな、こういうのが。あの、ブレスではね、俺とはじめさんは一緒にヘルプ、同時にヘルプにつくことがないって言われてるんだけど、その理由は多分今分かったと思う。ん、何なんでかさ、俺ははじめさんのことが大嫌いだし。違うよ、豪華やん。俺らが一緒についちゃうとさ、豪華すぎるやん。なんか言ってよ。いただきます。俺らが一緒にヘルプついてたら豪華すぎる。それ…あ、でも美味しい。え、うまい。うん、最初は。もう一杯飲む。うん。あ、ちょ、開けられへん、開けられへん。テキーラ飲めよって来てるほら。あれですよ、ブランデーっぽいですよ。あ、マジで、はい、失敗したな。芳醇です、芳醇。ブランデー嫌いな。俺声 A 型やねんけども、ちょ、あのね、あのほら、またスタジオの方からね、 CM 行けってせかされてるんで。CM 明けにはね、この1800半分になってます。捨てませんよ。酒の一滴は血の一滴で、俺らホストやってますから捨てません。ってことでね、 CM の方お願いします。経験者大募集。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク、うまそう。イオンインク。
ちょっと背景だ、いいじゃん水族館で。で、股間はじゃあ、わかった。あ、じゃあこうしましょう。俺もうちょい前出る。確かに。え、確かに何？顔の大きさ全然違う。じゃあ俺今前出てるやん、これ。ほらじゃあこうやってやってたけど分かんないでしょ。うん。じゃあお前だから後ろ下がんなよ。お前下がってないですよ。ただ俺先週の放送で一個だけ言えなかったけど気づいてたことあるんですよ。ん？何？はじめさんが本当に顔の大きさ気にしてた。そりゃ気にするでしょ。なんか途中であっと思って気づいたんだけど、こうやって前出たらはじめさんも前出るんですよ。で、俺が後ろ下がったら後ろ下がるんですよ。え、気づいちゃった。はい、気づいちゃった。ずっと途中から気づいてわざとやってたんですけど、で俺絶対ついてくるんですよ。そう、だから俺接客中もそうやねんけどさだから笑うタイミングで、あはーって笑うタイミングあるやん。女の子前出た時俺前出るの、うん、これ後ろ来てくる。だから女の子前に出てこう見られるのもなんか嫌やろ。後ろ下がってるけど、うん、こう肉眼で見えるから、うん、なんかあれするやん。それもなんかちょっと恥ずかしいやん。で俺今まで小さいっていうのが嫌やったの、うん、で器もそうやし、うん、まあ、ちーまる子もそうやし、はい、ちっちゃいって言われるのが嫌やってんけど、はい、俺でかいって言われるのも多分嫌っぽい。それそうっすよね。うん、器がでかいねって言われてももしかしたら切れんのかもしれない。いや別に器でかないしみたいな。意味が分かんねえ。切れる人でかくはないだろうな。だから俺別に器でかないしって怒んのかもしれない。もしかしたらでかいっていうのもだからそれ極端やねんな。そういうのなんか表現せえへん方がいいと思う。 3D じゃないとかなんかまだいいと思う。 3D だね、うん、あじめちゃん今日 3D だねとかさ、でゆずきくん 2D だねみたいな。でそっちの悪口よね。悪口や。で、代表 4D だねとかさ、代表いや そっちはまだいいやと思う。だからちょっと股間隠せばいいな、俺。うん、そうやな。ほら、リスナーさんも超怒ってない？テキーラ半分なってるかどうか気になるっしょ。気になるっしょ。見たいっしょ。見たい。半分でーす。意味よかった、店じゃなくて。危なかった、ほんと鳥肌実るやね。はってきてる。はえはねえ、鳥肌実る知らんの？平成ばっかがこれ見てんのは。昭和見ろよ、昭和。知らんの？知らないです。マジかよ。え、鳥肌実る実る知らない、うん、マジかよ。ちょ、鳥肌実る知ってるでしょ、リスナーさん。結構あれ誰だっけ、ジオンのさ、男の子の名前なんて言うんだっけ。俺ずっと気になってた。あ、鈴木福君。いや、違うです。まるまるもりもり。まる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 じゃない、グイグイガシャガシャ。やっぱ俺おもろいな今。神がかってたわこれ。伝わらへんやろけど、多分伝わらへんと思うのよこれ。だからこそ俺この間レスポンス早すぎる。この間ね、ゆずきと撮影終わって帰る時言ってたんですけど、なんか来てよスタジオに。スタジオに来てちょっとライブ方式しようかなっていうね。FM 東京とかみたいね。で、仕切りはないけど、うん、お触りもやめてよ。撮影終わったからっつって俺らに触るのももちろんあかんけど。最近出待ちされるからね。マジかよ、かっけえなお前。かっけえなそれは。でなんか腰岡スキリした。これ直で聞いてほしいよね。そうですね。まだなんか画面通して見んのとさ、うん、またちゃうやん、うん、で多分他の番組とか結構ね、いろんな番組やってると思うけど、うん、多分それやってないと思うのよ。うん、確かに。だから逆ゲスト方式。うん、いや、なんかそのホスト君がおって、その番組でそのホスト君の知り合い呼んで、その知り合いとかのゲスト方式の番組とかは結構あったりするじゃない、うんうん、ありますね。じゃないの、もうカメラには、ま、もちろん映らへんねんけど、女の子のゲスト方式。で、俺らが逆に緊張するやん。知らん子くんねんで。いや、それ遅刻もできないですもんね。そういうのはいいかもしれない。やっぱそうなるよね。けど、遅刻はもうやめよう。遅刻やめようよ、やっぱ。でも何してるんだよ。でも30分ぐらいから意識して。じゃあはじめさん大丈夫かなって。30分ぐらいの時は大丈夫そう。ちょっと時計気にしてる感もあるんだけど、40分だったらもう多分いいやーみたいな。ゆずきがやってるからいいやぐらい。じゃあ今日のミス一つだけっていい、はい、ガチなミス、はい、見て。時計忘れたんです。そう、時計忘れたんですよね。携帯あるじゃないよ。携帯やば、俺でかいやん。でかいから携帯持って歩かないんですけど、やっぱホスト時計大事よね。俺なんか分かったもん、ホストがいい時計買う意味、うん、みんななんか売れてるホストとか金持ってるホスト、いい時計をやっぱ買いたがるでしょ。あれ分かった、うん、別にね、見栄とかそういうのじゃないのよ。壊れへんから。あ、そうなんだ。高いと忘れへんやん。今そう見せたくなるから見せびらかすじゃないですか。
あなたの時間気にするじゃないですか。うん、それじゃないの。それもある、うん、だやっぱり時間が気にできるやん、うん、でほらどうとか言いながら自分で時間気にできるやん、うん、でやっぱね時は高いの買った方がいいと思う。だから歌舞伎のホストやっぱ頭いいんやろうね、うん、そういうのも考えて高い時計を身につけてんやろ、うん、決して金があり余ってるわけではないと思う。初め売りかけいくら飛ばれてるのって別にいくらでもええやんけ。そんな文化祭どうでしょう。文化祭は別にどうでもええやんけそんな。いやちょ、いっぱい、じゃあ俺もいっぱいだけ飲んでいい。いいですよ、いっぱいだけで。さっきいっぱい飲んでたじゃん。ちょっと時間差で酔っ払ってきちゃった、うん、どうしよう。ダメだ、スイッチ入るとこがいいから。いやあと15分もないわけや。あと1年この放送が続いたら、この間の武勇伝をね、時効だから放送しますよ。今まだ言えないけどね。よく考えたら結構さ、クッキングパワーみたいな口の中水族館になってます。いただきます。いいよ、じゃあ文化祭はそんな感じね。動画をね、多分ね、みんながいっぱい言ってくれれば流そうかな。それか、早く見たい人は見せてって言ってください。LINE でも送れるから。まずい。うん、うんっつった。今まずいやんけこれ。いや、美味しいですよ。いや、ダメだ、あのショッツさんのやつの方がまだ飲みやすかった。ほーん、あーこれまずい。あっかん、これ。先生、ハロウィン何するんですか。ハロウィンは出勤せへん。あ、そう。マシュマロ工場行ってマシュマロ作ってるから。これさ、思った。そうだ、今何て言いました。何よ。何工場。マシュマロ工場でしょ、はい、うちのお母さんと一緒。マシュマロでしょ。はマシュマロ。マシュマロでしょ。はマシュマロ。いやいや、アンケート取ろう。じゃああれは、じゃああれは、うん、ねえ、テキーラ、テキーラの宝石箱やってやつは誰。ヒコマロでしょ、うん、じゃああのふわ白いふわふわしたやつは何。マシュマロ。違うよ。違う、全然ちゃう。俺、この間もあったの、棒がついてる丸い飴、なんて言います。棒がついてる飴、チュッパチャップス。あ、言えてた。ちょっとチュッパチャップス。え、それ俺、俺がやってた。じゃあ、チュッパチャップスみたいに出る。ちょ、来てるよ、チュッパチャップス。チュッパチャップス、ね、マシュマロでしょ。マシュマロ。マシュマロ。んで、マシュ。マシュマロやから。ショやなんでここまで言ってんのに。いや、ショやか、マシュマロやから。マシュだから。えシュマロ後から短いやつ、足短いよ。後からと足変換間違えた。そんな別にさ、書き直すほどのことでもないから、ね、そういうのね。しかも俺これ見えんねんからな、同じアカウントじゃないやん、しかも。え足え、同じアカウントですよ。あ、同じ。どんだけ必死やねん。俺の足をダメ出しすんの必死すぎるやろ、それ。タロバスズキの店どうなん。これ絶対身内でしょ。新店の抱負は。新店の抱負はとりあえず、まあ、見てもらったら分かるようにイケメンしか揃えません。なんだってね、俺の顔がイケメンなんでね。だ俺よりブサイクなやつはまず採用せんへん。んどういう意味。や違うよね、逆よね。ん、うん、俺の顔がイケメンだから。そう、俺よりブスなやつ採用せんへん。え違う、あれ方針がもう不安な店ができそうね。なんかそう、不安なんですよ。一番不安、誰かって俺が一番不安ですからね。あんまちょっと、まあちょっとまだちょっと進展についてはあんま触れないでほしい。いやいやいや、今知ってます、ホストホストで見たら永遠のゼロじゃなくて、なんだっけ、なんとかゼロみたいな感じで、はじめさんのバナーがあるんで。かっこいいっしょあれ。え、でもかっこいいんですよ。かっこいいことでクリックするじゃないですか。なんか嘘、あ、まあ一回ぐらいかな。やめろよ。なんか違う、あれは写真が悪い、写真が悪いの、あれは。あれは絶対的に写真が悪い。あのポーズやってください。え、あのポーズやってください。あともう一個これ。そう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 。見たらわかる。じゃあ、だからあれはちょっと写真早急変えますよ。うん、やだ。なんやろね、こんなに俺は美しいのに、あれは俺はちょっと美しくないよね。うん、うん、そうですね、もったいないな。あれはちょっとやっぱ美しくないけど、俺なんか思った、静止があかんねやと思う。ああ、動画の方がいい。そう、俺結構、しかもこのナイトチューブさん結構評判いいのよ、これ。うん、で、俺もたまに見てんねんけど、見てる時俺も思うの、うん、やっぱ俺なんか表情の作り方かっけえやみたいな。でも先週言ってましたよね、なんかこの放送が終わった後にスタジオからその時その時の静止画が4枚ぐらい送られてくるんですけど、めっちゃ文句言ってましたから。いや、ちょいや、スタジオの人おらん時に。あれ、わざとっすよね。わざと俺がなんかこんな
これなんか変な、こんな顔してるやつをわざと今やみたいな感じで撮ってるでしょ。全部、あ、うーふーす全部だってさ、着てるやつ多分ね、リスナーさんこれ結構ね、あのこっちサイドの話になっちゃうけど伝わりづらいと思うけど、確かにこの、今のこの放送あるでしょ、この放送中が、いわゆるスクショみたいな感じで、そうそうそう、こう瞬間のやつ送られてくるんですよ、うん、送られてくんねんけど、ゆずきはいつも同じ顔やん、やのになんか俺の写真だけ、なんやろ、いくよ、こんな顔、こんな顔、こんな顔の、なんか喋ろうとしたのか、喋った後なのか、こんな感じのやつがね。ちなみに今のやつも今日送られてきた。俺それ次まとめてアップしたろうかな、全部。いやでもそれやりましょうよ。全部、いつもこんな顔を俺スタジオで撮られてますみたいな。顔だけイケメンはあるある探検隊、そうなんです、あるある探検隊もちょっといつから営業、いつから営業はちょっとね、あのまだ定かではないんですけど、12月ですね、12月中旬を目標に営業しようかなってのは思ってます。ただいつでも俺はもう営業体制できてるんで、いつでも来てくださいよ、年内目標に。で、あのね、キャストもそうやねんけど、俺女の子もさ、今からついてくる女の子をもう大事にしますよっていう話よ、うん、新体になってから出会う女の子はね、多分いっぱいおると思うけど、あー、まあ確かにそうですね、そう、今の間からね、やっぱ新体に向けて私は頑張りますっていう女の子が追ってくれればね、うん、もうその子はもう血の果てまで、血の果てまで追いかけますの。今度 DVD ね、持ってきてください、本当にありがとう。文化祭の DVD 持ってくれ。はい、なんかあのその時のバンドとかの動画あるじゃないですか、うん、それを DVD に入れてくれたの。すっごいと思って。すごいね、うん、それ大丈夫、あのナイトチューブさんのスタジオの人も誰かじゃない。違う違う、じゃあそれ本業の人。え、違います、なんか調べてくれたって言ってね。すごいね、いやそれ楽しみにします。で、流してもらおうよ。うん、今度ね、うん、うん、じゃあ来週はその新体静止画特集しましょう。あ、何の特集。静止画特集、今までの。え、違う、俺の。うん、けどゆずきも結構ちょいちょい変なやつはあるからね。でしょ、さっきなんか褒めてくれたけど、うん、あるでしょ。そう、たまにあるけど、なんかしょうがないけど瞬きするし。そう、いや俺も瞬きするずっとこうやってやっとこうずっと撮影中30分くらいでしょ。いや15分15分でしょ、ずっとこのままで多分耐えれると思う。俺来週のテーマ決まってよかった。何やったっけ来週のテーマ。だからその静止画ね、うん、とその DVD が間に合えばちょっと一周押しちゃいますけど、うん、文化祭の映像をね、うん、だからちょっとね、もしかしたら女の子が映ってたりどうこの金はあるかもしれんけど、まあ、それは別にいいかなと。で、安定の線を超えたということで、やっぱ俺ら今日もカリスマやな。カリスマってことで、来週もカリスマぶりを見てください。ありがとうございます。背いてビクビクしてては掴めないような心、吐く石張って胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。